始まりましたザンノイジお届けつのは私北山智之とよろしくお願いいたします今日語るのはネットフリックスで現在配信が始まったという極悪女王について語ろうですいやもう北山さんプロレスといえば北山さんですからそうなんですか今日はね <laughs> あのなんかあのプロレスをやって、別に入院してるわけじゃないですからね、北山さんのそあ、そうですね、ちょっと,、はい、ちょっと宿泊先からね、忙しい間を縫って、収録してますんで、あのー、この服着ないと、館内に入れないという場所なで,で、ねね。ということで,気で、ねはい、気にしないでください。はい、ということで、どうでした北山いや、もうね、ここまで来たかっていうのはありますよね。もともと、もうかなり前の話になりますけど、 ねえ今ってもプロレスってブックって呼ばれる、要するに、試合の結果がもともと決まっているものに関してっていうのは、プロレスの中ではあるというのがもう常識になっちゃったんですよね。まあだけど、だからといって、そういうことに関してあんまり野遊野球的な感じで言うのはダメなんですよね。うん うん、そうは言っても、その中にやっぱ勝ち負けのドラマがあるっていうことですか、ねうん、で、うん、それが、その、公式的に語られることって、やっぱり昔はもちろんなかったわけですよ。うんうん、ところが、その映画的に語られたもので言うと、その、アメリカの映画で、ビヨンド・ザ・マットっていう映画があったんですよ。で、これは、テリー・ファンクであるとか、もしくはその、 まあ、ジェイク・ロバースであるとか、っていう本人たちが実際に出てきてですね。はいこう。実際のアメリカンプロレスっていうのは、実はもうそういう脚本がありますと。うん。いうことを語った上でのすごい映画だったんで、当時はもうかなり衝撃だったんですよ。うんいやもう。もう海の向こうでそこがもう赤裸々に描かれたんですよ、ね、まず描かれた。で,で、はい、それと同時期に、ミスター・高橋っていうその新日本プロレスのレフリー。 はい、が流血の魔術っていう本を出してですね、うんうん、その中で実際にその流血騒ぎになってるものっていうのは、まあ、あのレフリーがかみソりでピッてやったりとかですね、要するに筋書きみたいなものが実はあって、僕はその中で働かされてたんですっていうことを、あなるほどね。西田隆が語っっちゃったんですよあそこまで演出をされてるってこともあり。うんで ちょっと、その、プロレスが本当に好きだった人たちが、ざわつき出したっていうか、っていうのがあって、で、その辺の暴露話がどん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 続いた先に、今度はミッキー・ロークのレスラーっていう映画が出たわけです。はいはい。で、これに至ってはもう本当に、あれですよね。お互いがこう組み合ってる時に打ち合わせをしながらですね。おい、お前やれんのか止めんのかって言いながら、止まって言ってから、よし、バーンってあって、飛んでくるみたいなね。なるほど、なるほど。 アメリカンプロレスっていうのはもう実はもうこういうもんなんですよっていうことまで見せたわけです。これはあくまでもその時は、まあ日本側の話もありましたけど。はい。あくまでも向こうの話だったんですね、その時はね。うん、でもミスター高橋が語る新日本プロレスの真実っていうのもあったので。あ、まあ、なるほど。そうですね。そう、プロレスっていうのは、やっぱりその、なんだかんだ言っても、そういうものがあるんだなっていう認識が、もうプロレスファンの中でこう、ねトーっと固まっちゃったわけですよ。 で、プロレスファン以外の人たちはそういうのを揶揄するようになってきた。所詮は八王朝なんでしょうと、逆音があるんでしょうみたいなことを言い出してた。っていうところのこう、ゴダっていうのがもうここ15年ぐらいずっと続いてるんですよ。うんうん、で、その上で、この極悪女王っていうのが何がすごいのかっていうと、はい、前女っていうのは基本的にブックがないんです。お<ー>これはすごい団体だったわけですよ。うんうんうん あの、一応ね、ブックらしきものはあるんです。うん。だから、えっと、今回はもう、ジャッキーに勝たせようとか、っていうのを言うたりはしてるけど、それをことごとく破ってきたのが、前女なんですよね。ああ<ー>。うん。だから、レスラーたちっていうのが、やっぱりその時その時のこの対戦相手との関係性であったりとか、 まあもしくは時代がどんどん変わっていく時期だったんでしょう。そのタイガーマスクが出ていた以降で、うん、プロレスというのがもう革命的に変わろうとしていたんで、うん。だから、女子プロレスというのも、そのビューティーピアーがこうビューティービューティーって歌ってた時代からですね。はい。本当にその、空手の技とか、かつては禁止されていた打撃技であるとか、まあこの中でも三菌っていうものが出てますけど、はい。そういうね、禁止されていたものがどん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  その撤廃せざるを得なくなった時代の話なんですよね。だから、その上で、この話っていうのを、まあ、パッて見ると、まあ、ここまで、その、まあ、どこまで、これは何割本、本物とか、あの、前に、 ネットオリックスの別のね、地面下ってるときに語ったときに、7割が本当みたいな関係者が語ったって言ってますけど、ええ、今回は何割本当かわかんないんですよね。うん、まあこれも実にプロレスらしいんですけど、うん、この話自体はフィクションですってもうはっきり言っちゃってるんで、はい。うん、本物のところはわからないんですけど、ただただもう、あそのプロレスファンとしては、これはその絶妙なそのバランス、うん。 プロレスっていうのを汚さない。あの、しっかりしたものを作ろうっていう意思はもうしっかり伝わりましたね。うん,うん。うん。だからそれは一応その松永兄弟って言ってね、松永4兄弟っていうのがいるんですけど、ね、それのうちまあ3人っていうのがこの全日本女子プロレスっていうのを作ってたんですけど、うん、彼らがいろ,いろまあ、兄貴からその社長からレフリーから、 中のプロモーションで関わってる人間っていうの、ね、で、いろいろ思惑あって、3人がいざこざありますよね。うん。ああいうのもあいまって、その、このレスラーたちっていうのが、それの、要するに決められたものっていうのが嫌だっていうね。うん。暗色がどんどん出ていくと。うん、うん。それを一番象徴したのが長与ち草であり、で、その長与ち草が出てきたがあまり、カウンターとして出てきたのが、 まあもうダンブ松本だったと。うん。うん。いう流れっていうのは、もう、僕らの中では、プロレスファンの中では、もうすごい、芯としてあったものなんですよね。はい,はい。だから、すごいものを作ったなっていうのは、もう正直な感想です。うん、はい。うん。まあ、<laughs> それ以上語れっていうと、もっと語ることはあるんですけど、<laughs> ええー。 まあ、ともかくこの出演者の人らめっちゃすごいなとは思いますよ。やばかったですね。いやもうユリアン・レトリバーはもうダンプ松本そのものですからね。うん。マイクの持ち方あのー、初期はね、あれ、チェーン使ってたんですよ。はいはいはい。でも物語の後半、市内に変わったでしょええ。 あれはね、お客さんをピシッってやった時にちょっと傷つけるような事件があったんですよね。うん。で、ダンポモトってやっぱり根はこの中でも語られてますけど、非常に優しい人なんですよ。うん。だからお客さんのことを配慮して、市内に変わったんですよ。ああ。なるほどね、うん。これは結構有名な、まあ、後に知ったエピソードなんですけど、この中でもちゃんとその時系列の通りで、最後の方の戦いに至るに至ってン、ダンポモトはやっぱり道具を変えてますよね。 うん。うん。っていうのもあったし。まあ、あと、この中で僕は出てきた中で、その、安倍次郎っていう。ええー、結構他にも書き込み、なんかあの人ができてよかったってなんか書いてありましたね。書いてありました。うん。安倍次郎をね、知ってる人も少ないんですよ、実際のところ。<laughs> あの、極悪同盟の仲間みたいなもんですよね。不利 <laughs> な判定をいつもするやつなんですね。あの、<laughs> 急に。<laughs> ワン、ツー,ーとか減りだして、<laughs> もうみんな大ブーイングですよね。<laughs> じゃあもう、大盛り上がりですね、ねいやいや、もうすごかったです。だから、安倍四郎っていうのがレフリーの時って、もうまともに見れないですから、現状。うん、で、あのおじさんって一体何やねんっていうのが、僕らの中では疑問やったんですよ。ど,どういう人なんですか、もともとだから、もともとは興行士の一人ですよね。 ああ、じゃあもうあの、そのイベントを仕切る人。もともと。チケットを売って、あの、そのチケットの上がりで飯食う人だったんで、うん、だから、車を運転して、これから全場がやってきますと、ぜひとも見に来てください、みたいなことを言うてる側の人ですよね。うん、で、そこに、その、まあ、くすぶってたそのダンプ松本、松本香織、うん、香るかが、 えっと、まだデビューして間もない頃に、もうそっちの車で、車が運転できるからっていう理由で、運転免許持ってたんですよね、松本は。はい、だから、車の運転手として、この、安倍史郎とずっと仲良くしてたと。うん。いうのもあって、合格同盟ができた時に、まあ、もうちょっと辿るんですけど、デビルマサミっていう軍団があって、デビル軍団っていうのがあって、そこの、なんか、くっつくレフリーみたいなんで突如現れたわけですよ。ああ。 そこから裏方から、なんかまあ、リングの上に登場してきたんですかね。いき登場してきたでいつもデビルとか、極悪同盟の肩を持つ男ですよね。ああ、もうこれは昔のね、まあ、私みたいなに、プレス全然見ない人間でもやっぱ盛り上がってることは見た人間からすると、昔のファンって本当、真面目じゃないですか。<laughs> とすね、あ今のファンもね、ライ,ライジンとか見てもすぐみんな、おーと盛り上がりますけど、盛り上がりなんかまたちょっと違う。 なんか、漢字の熱があったじゃないですか。だから、うん。ダンプ松本がフォークを持つと、うん、なぜか、安倍志郎は、なんかあの、ライオネ・ラースカを止めに行くんですよね。<laughs> ああ、入ってきちゃダメよって言って。<laughs> いやいや、そっち見たらあかんよ。フォーク、フォークって思うんですけど。あすごいですね。 そしたらもう、レフリーがその人っていうだけで、みんな、本当に怒号が飛び向かうんですよ。お前、帰れみたいな感じで。そうです、そうです。で、そこでもうみんな思った通りに、悪質な判定とか邪魔をするんです。で、ダンプの味方のはずなのに、ダンプ松本が、おめえうるせえんだよって言って、最終的に殴られて外に飛ばされていきますからね。あうまく考えられてますね。ちゃんとあのー あの、憎むべき相手っていうのが多少痛めつけられたりするんですね、リング上で。そうなんですよ。で、この安倍志郎レフリーっていうのがおそらくですよ、今の世界のプロレスの、その、まあ、要するに、誰かの型を持つ変なレフリーの最初役と僕は思うんです。うんうん、ええー、すごい、世界的に見ても。世界的なプロレス誌の中で、初めてここまで一定のプロレスラインだけ <laughs>、あの <laughs>、型を持つっていう、 レフリーやったわけですよ。えー、なるほどね。それが80年代の中盤に現れたっていうのはもうとんでもないことですよね。ん<ー>うん。ま、後にこの安倍志郎さんっていうのはあの、ゼロワンとかね。男性リングのマットでもちょいちょい出てくる男になるんで。あの、またね、それがいいんですよ。もうみんな知ってるから、安倍志郎が何やるかは。うん。 どっち側につくんやろうっていうね <laughs> で、超高速で叩きますから、<laughs> そ,のその時もどっち側の,あの、どっちかの陣営を応援する側なんですか、もう必ずそういう人物ですからね、これ楽しいですね。だから、安倍さんはもう多額の借金があって、もう全杖の,の保証人になったがために、最初に全杖が沈んだときに、全部かもうお金、借金が彼の元にバッってきちゃうんですよねうわ それはだけど、ああそうですよね。そこまで描かれてないですもんね。あ,あ、それは描かれてないですけど。だから、それを助けたいっていう。もう、要するに、それぐらいの時代になると、その、安倍さん、安倍史郎のファンたちがもう、プロレスを運営する時代になってましたから。だから、彼っていうのをどんどんリングに上げたい、上げたい。それをお金を足しにしてくださいっていう人たちがいっぱいいてですね。安倍史郎さんはその晩年、やっぱりそういうのに感謝して、 うん。あの、非常に、プロレスっていうのは、俺を裏切ったりもしたけど、俺を温か高くしてくれたものでもあるんだっていうね。非常にあの、ね、最高の発言をして、はい、亡くなられた方なんで。んあの、もう僕はもうこの、極悪女城の中の、安倍城っていうのにここまで重きを置いた。うん。レスラーっていうのは、勝手に光り出すんやっていうね。<laughs> 本当のスターっていうのは、 技がすごいからとか、勝つからとか、そんなんじゃないと。ある時突如光り出すんやと。<laughs> もうそれは、このね、<laughs> <ー>安倍史郎にしか言えない言葉じゃないですかね。いいっすね。もう本当になんか、なんとかね、もうちょっと光ろうと思って毎日頑張ってるんですけど、全然光れませんからなね、こ <laughs> 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 だから長与千草さにしても、そのダンプ松本にしても、全城の中ではお荷物やったんですよね。 なんかあの、実際の話だとかなりいじめられてたんでしょいやいや、上下関係がきついからやっぱこういう世界って。<laughs> 上下関係、まあ、この大会系の流れですからね。ね。うん。うん。だから、空手の技なんか、まあもちろんそうですし、その、いわゆるその、シュートですよね。うん。下のものっていうのが上のものに対して、ガチで何か当てるっていうのは、プロレスの道としては、うん、 どうなんだっていうことを言われてた時代ですから。うん。うん。だからそれをこう、あえて、やっぱりもう、破ってやろうって言ったクラッシュギャルズっていうのは本当に、革命を起こした人らだと思いますし。うん。もっと言うと、そこが目立ちすぎたかあまり、ビューティーペアの二の舞になりそうだったわけですよね。うん。だからそこをヒールとして、しっかり支えたのはダンプ松本率いる極悪同盟だったと。 いうのはもう、本当にすごいことです。なるほどね。で、もっと言うと、前女の最強の時代っていうのはこの後ですからね。ああ<ー>。うん。ダンプ松本っていうのが育て上げた、これは最後までパキさんご覧になられました最後焼きそば焼くところにいました。ありましたか体調がね。<laughs> あの、長山さんのインタビューでもよく焼きそば焼いてましたって言いましたから、やっぱあれガチなんでしょうとかね。そう。よ<し>あのね、あのー、会長が、<laughs> えっと、最後は神田でお好み焼き屋やってたんですよ。<laughs> で、何年かな2000何年か忘れましたけど、僕ね、まあ、パキさんもご存知の通り、ちょっと神田に、 ゆかりがあったので、えー、事務所がね、そこにあったので、うん、僕はあの食べに行ったことがあります。ああ、まだお店やられた時に。お店やられた時に。<ー>でも、このお店っていうのは人にあげるんやって。うん、うん、うん。お世話になった人にあげるんやっていうことを言ってましたね。でももう世間的にはあれですよ。ひどい男っていうのでね。<laughs> もう誰も来ないって言ってましたね。プロレス関係者は。<laughs> じかにビジネスとして関わった人、たぶ誰も行かなかったんですけど、ね、もう、だからもう本当に取り返しのつか、まああえー、中で出てくる兄弟のうち一人は飛び降り自殺したりね、うわいやもう本当にこの後の話っていうのもう壮絶なんですよ。ただ、やっぱり僕はダンプ松本っていうのを語る上で、決してそのすごいっていうのを一つ言いたいのは、まあ、ダンプさん自体の凄さもあるんですけど。 ダンプ松本が生み出したブル中野っていうのがもう最高傑作なんですよね。うん。プロレスラーとしても最強というか。やっぱあの、私みたいなね、プロレスファンじゃないと、やっぱダンプさんって、あの、プロレス以外の活躍をすごいされてたじゃないですか。あすごいしてました。それと一緒に横にいる方で反ってる方みたいな感じですけど、うん、プロレスを中心で見た人からするとそういうことなんですね、評価は、ね。そうです。うん、で、これは極悪同盟っていうのを成り立ちにも、 この中で語られてますけど、はい、彼女がだからもう完全にドヒールですよね。うん、ヒール中のヒールというか。えっと、全然今す、まあ、今すごい綺麗な方ですよ、ブルさん。ブルさんは、ね、インタビュー。<laughs> インタビューと、はいはい。本当にメイクで悪そうにしてただけですごい綺麗な人だと思って、なんか。うん、このブル中野っていうのが、まあ、要するにその、ダンプさんっていうのは引退しちゃうんですよ。はい。 で、あの、今回のドラマの中で描かれてるようなよ、ね。あ、一緒です。だから、引退した後、うん、ブル中野っていうのは残らざるを得ないというか、そこからの選手じゃないですか。はい。で、極悪同盟の本当に最高期というか、最後の方に出てくるのがアジャコングなんですよ。うん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 。で、これがもう本当に前女の、すごい、その、ダンプ松本とタイプは似てるけど、 どっちかというと、ダンプさんみたいにこう、割と話題を振りまいた人というか、本当にガチガチに強いレスラーだったんですよ。で、それに対して、その、両時代を知ってるレスラーであるブル中野っていうのが、あの、デスマッチを二人で、アジャコング対、まあ、ブル中野っていうのがあるんですけど、これはおそらく全日本女子、全女の中の最高傑作試合だと思います。なるほどね。うん 何らか見る機会がある方は、それをぜひ見ていただきたいですけど、あの、うん、ダンプ松本がいなかったらブル中ノは生まれなかった。うん、で、ダンプ松本っていうのはすごいアジャコンゴを可愛がろうとしたけど、アジャコンゴはそれが嫌だったんですね。<laughs> このエンタメ路線みたいに作ってる極格同盟は偽物だと。ヒールは嫌なんだと。<laughs> うん 言いながらも、アジャック・コング自体はヒールの道に入るわけです。だから、ヒール対ヒールなんですけど、その、形の違いヒールが二つ生まれちゃったわけですよ。なるほどね。うん。で、そのヒール同士の最強決戦っていうのが、実はその、まあ、もうかなり後になりますけど、直接対決として行われることになって、それはもう前場っていうのは、完全にこう、加工戦を辿っている中で行われたデスマッチなんですけど、えー、プロレスの、もう好きな方っていうのは、あの試合っていうのはもう、 未だに語り継がれる。うん。もう何メートルの高さからブル中野が降ってくるっていうね。あ<ー>もう金網の上からギロチンがアジャコングの喉元に降ってくるっていう。あれはもうとんでもないです。死んでもおかしくないみたいなことを女子の中で行われたっていう。とんでもない試合に実は繋がる。で、そのきっかけっていうのは作ったのはダンプ松本であり、 ダンプ松本を生んだのが長生ち草であるのであれば、このクラッシュギャルズっていうのはもう本当に避けて通れない話なんだなと。うん。なんかまあ今回のドラマで改めて、まあどこまで本当かわかんないけど、むちゃくちゃもう汚らしいけど、むちゃくちゃ暑い時代なんか暑かったなみたいな感じですよ、このドラマね。まあだから同期愛っていうのがこんなにすごかったのかっていうのは今回のなんかドラマの中では一番びっくりしましたね。うん。あの、 最後のそのダンプの引退試合っていうのは、まあ正直ビデオでは残ってのを見たことないんですよ、僕は。<ー>だから、最後にエキシビションバッジっていうのが行われて、まあそのね、4人っていうのが出てきて、レフリーが、まあ同期5人いるんですけど、ね、1>, 1人はレフリーになっちゃうんですけど、その5人で戦ったっていうのは記録上では残ってるけど。あのクレーンさんでしたっけ途中からレスラーからレフリーになったあ、そうです、そうです。うん もともとはデビルさんのところで2人いたんですけど、極悪同盟にもついていけないというか、途中で嫌だって,ってやめちゃう。後付けでインタビューいろいろ見て、少し補正しときましたよ、俺の頭の中。へえーみたいな。<laughs> 全然知らないから、うわぁ、すげえなーと思って、なんか面白くて。いやー、この辺のね、人間関係ってちょっとえげつないというか、うん。 だから、長与千草は、やっぱり、なんでしょうね。アイドル的な路線っていうのも、良しとしながらも、あの、ライオネル・アスカの思ってるプロレスっていうのはこういうものやっていうのを、ちょっとやっぱり当時は合わなかったんですよね。うんうん、で、アスカっていうのはやっぱりそのまま、古き良きその、このプロレスの流れっていうのをもっと進化させたいと思ってて、うんうん、ライオネル・アスカはもう空手でも何でも、 その要するにバチ当たりのファイトでもやりたいっていう、どっちもプロレス強くなりたいっていう気持ちは強かったわけですけど。やり方がね、うん、プロレスに対しての考え方が明らかにあの今までがやってないことをやろうっていうのと、今までの体系を受け継ぎながらさらに高めにいこうっていうところの、そこが違うんですね。だけど、そ,うですそのコンビが面白かったんですね、それが、ね、面白かった。うん、でも先にやっぱり長代っていうのはそれを、まあもう拒否したというか、 うん、前兆のこの流れではもう私の好きな表現はできない、うん。っていう言い方ですけど、まあ後年語られてるので、やっぱりギャランティーの問題が大きかった。<laughs> あのやっぱり松永兄弟っていうのが、どんどんお金を持っていっちゃうっていうか、ホーマン経営をやっていたので。なるほどね。うん、で、えー、っと、ジャパンっていう別の団体が立ち上がったんですよね。うん 後の JWP ですけど、その JWP にやっぱりいいレスラーがどんどん集まり出してたということもあります。なあ<ー>。うん。カンドリシノブっていうね。なあ、はいはいはい。あの、もう本当にレ<う>女子レスラーの天才みたいな人が出てきちゃってて、うん、それと長与っていうのはまあ、ガチでやりたいっていうのをずっと長与ちぐさは言ってたんですけど、あの、多団体交流っていうのがこの頃はもうタブーやったので、 うん結局、行われることがないっていうことを知らされて、もうそれは嫌だっていうことで、引退を一回、なるほどね、長井千種が表明せざるを得なくなったというか、うで雷を狙うか、そのまま残って、前女っていうのをもうちょっと強くしていこうっていう流れになっていくわけですけど、うんうん非常にね、この後の歴史をこう語っていっても、熱いものがあるんですよ。なるほどね、うん、もういやもととこの、まあ、本当に一番 盛り上がった時にちゃんと見た人はよくドラマにしてくれたって感じですよね。ねいや本当そうですよ。うん、まあ、何度もタレントとしてのダンプさんしている人が大多数だと思うんですよ。しか知らない人が。うん、う怖いけどなんかおお面白かったなみたいな感じ。面白かったですよねあ。そこをね、もうちょっとプロレスの方にやっぱフォーカスして今回やってくれたっていう。途中でその松本薫の時代に、薫以の時代に。 なんかデビルさんの下についてたけど、体がもう固まって動けなくなったみたいな試合の表現されてましたけど、うんね、あれはちょっと、うん、あの、ネットフリックスのドラマ上の演出やと皆さん思っていただきたいのは、<え>実際あの YouTube とかでその試合の映像見れますんで、ぜひ見ていただきたいですけど、もう松本の動きっていうのはもうかなりできてるんですよ。はい、ただやっぱりダンプ松本っていうのには慣れてないので、 うん、やっぱりデビルさんの下で働く、下働き的なレスラーっていうものでしかやっぱりなかったというか。うん。うん。で、今回のドラマの中では、ああいう形でね、急にダンプになりましたみたいなね。どいつもこいつも、あっつって。な <laughs> めやがってっていう。ねあの家にはお父さん普通に飯食ってますから,だからね。いやー、もうショルダータックルして、家ごと吹っ飛びましたからね。<laughs> <laughs> しかも2回ぐらい、もう1回ダンプが突き落とされたこともありましたからね、すごい家に住んでますよね。ちょっとね、なんかライジングサンを思い出しましたね。<laughs> 死んだと思ったら、おうまいよとか言って、あの飯食ってるみたいな、ま、ケイリー <laughs> またね、あの親父2019年まで生きてますからね、実は。いやー、元気な方ですね、ほんとね。うんこう、今夜が陶芸ですって言われてから、めちゃめちゃ長生きしてますから。なるほどね。 いやいや、だから現、事実はやっぱりもっと面白いというか、面白いというかまあ変わった話ですよね。うん。うん。だから、あれぐらいのその白石武士を出しても、なんか、本当の世界の方が多分もっとドロドロしてて。<laughs> っていうかまあ綺麗に、まあ、もちろんねあの本当に少女の時代から描いてるとえぐいじゃないですか。うん。どやっぱ最後のところですごいなと思ったのはなんとなくいい話で終わってるのがすごいなと思うこのドラマなんかいろいろと暴れもあるんだけど最後会長が「いやー」っつって「シャッシャッシャッ」って何かあの, <laughs> あの俺全然分かんないんですけどやっぱね 工業は焼きそばから、出来屋から始まるんだなと思って、最後見て、やっぱこれが基本なんだなと思って、焼き物が、粉、う、物、ん、いや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 ちょっと、あそこに、んか<の>ほっこりしましたね、なんかね、うん。個人的な話になりますけど、僕はあのプロレスリングの和で T シャツを売ってたんですね。えー、で、まあ、地方の大会とか、売り子がいないからって言って、僕自身が売りに行ったこともあるわけですよ。うん、そうすると、横であの、精神開花っていうね、 空手道場の青柳館長っていう方がいらっしゃるんですけど、青柳、はいえー、館長が第一試合とか第二試合で出て、売り終わ、うん、その自分の試合が終わったら、売りに来るわけです。はい。で、あーって書いて、はい、T シャツ買っていかないか言っ,って書い、ね、言ってるわけです。青柳、うん、館長自らがね。うん、で、お客さんパー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 と通って、うん、どうだーってって、高山道場のもあるぞって、高山祥宏どうだーっ,つって。 <laughs> 今日は来てないけど、高山も今日は売ってるぞっていって、<laughs> いやー、アウェ館長、すごいっすねーって、僕、ちょっとうぐってしゃったら、ですね君のところの T シャツも俺が言おうかって、新発売だぞって言って、な <laughs> んだ, <laughs> だったら俺のサインもやるって、アウェー館長、全く関係ないんですけどね、非常に優しい方で。<laughs> いやーほん 本当にタフに今を生きてる方々ってことでしたからね、本当に。まあ青江館長も亡くなられたんですけど、非常にあれはね、うん、よかったですね、なんか青江館長と会うのがちょっと僕、楽しみでしたからね、会場で、ね。そう <laughs>、ね、そうそうそう、今日の試合のあれ、パンフレットがね、関係者にも配られて、試合表を見て、青江館長いたら、わあ今日も物販で会えるわと思って。<laughs> 楽しみやなっ、ね、やすごいですね、やっぱり。なんか、あの、うん、なんだろう、全部、あれですよね、なんかやっぱその、自分の五感で感じられるものしか信じてない人って感じが、ちょっと今の話聞きながら、このドラマを思い返すと、そんな感じがしますよね、こう本当に興行、うん、興行です、ね。なんかもう、とにかくあの、自分の体が余ったら、なんとかプラスにしようみたいな感じのね。 だって、そのトーナメント、最強トーナメントとかで、結局、その社長的には、もうガチでやるぞって言っちゃうわけじゃないですか。<laughs> で、でも、弟的にはね、もうちょっと兄貴、それはダメだと。うん。今回は、長代に優勝させんとダメやからって言ってんのに、うん、それを言いに行かないでしょ、結局社長が <laughs>。<laughs> だから、すごい話ですよ、これは。 頑張れよっつって。いやだから本当のプロ、ある意味プロレスファンなんでしょうね。うん。うん。だからダンプ松本が、要するに、うん、この中でブック破りをやってるわけですよ、ね。ね<ー>で、まあ契約書まで書かせたのに、結局ダンプが買ってるわけじゃないですか。うん。ところが、ボーナスを渡すっていうのは、すごい表現ですよね。<laughs> よくやったーっつって。 なんかねインタビューで後付けで見たら、なんかいろいろと言われたことに関して結構かばってくれたみたいです、なんかねあそうですねな、うん、まあそういうところでもう、あのそうやってルール破ってあ、なんかその仲間の中でも悪役っていうかルール破りしてなんかアウトサイダー的なところになんかそ別に人がまたダンブ松本さんをちゃんと応援してくれてるみたいな表情でしたからね。うんうん <スイッ>ああだから昔からそのフェイって呼ばれてるものがあってプロレスの時にこう一本指立てるっていうのはやばいと。だけどなんかイメージ的にあるじゃないですか「イエ,イエ,イエ,イエスってやる、ね、うんだからんかそ,そのハルコ・ホーガンっていう人が一番ってやってたと思うんですけどあれは一番じゃないんですよね台本はいらねえっていうことなんですよ だからエディーマーフィンのこれと一緒です。すふふふふふふれと一緒ですよね。<laughs> だからオッ <laughs>、okay、マークじゃないんだよって,って。違う違う。だからあれをやられるとやっぱ相手はマジかっていう。なるほどね。あそういう話や俺は強えっていうぐらいの意味じゃないんですね。で今回のその極悪状をもう一回見直してください。特に最後の戦いのとか、うん、全員一ってやってるんですよね。ああ、なるほどなるほど。それでもあの。 そういういこと意味がちゃんと分かってる人は、もうすごい盛り上がってくるんですみんなこれやるからそう、だからダンプの最終工業の時に、全員がやっぱりやるぞってやってるっていうのは、うん、行くぞって、サソリ固めの時でもそうですけど、ああいうところを見ると、もう全員が、ここっていうのはもうないからねって筋が、うん,うんうん、誰が勝っても文句なしにしようぜっていう宣言なんですよね。それはみんなしてるってことですね。そう。ああなるほどね。だからそういう意味では熱いですよ。 うん、でもそれ、ドラマの盛り上がりと一緒にそれが分かってたら、からどんどんなんか、本、ガチのやつらがどんどんもう、がっぷり組み合うって感じで、すごい盛り上がるんですね。盛り上がりますよ、ね。なるほどね。ああ、そこら辺はもう、私みたいに見てない人間は全然分かんないですよね。うん、なんかとにかく、ちょっと、みんなでなんか俺は強い、私は強いんだって言ってるぐらいにしか、私はちょっと。 思わ、うん、なかったですね。ねだから、あの、1位ってやっぱり上げてる人をちょっと思い出してほしいんですけど、やっぱタイガーマスクですよね。うん。うわぁ、もう常にやっぱり佐山さんはこれをずーっとや,らやってました。タイガーマスクも含めに被ってるときは。で、あれっていうのはやっぱり業界的には驚きなんですよね。えー、<い>えーっていう。うん、こいつは一体何を言ってるんだって話ですよね。すごいですね。うん。だから、前女っていうのはもう、 クラシックアルソン時代からもそういうふうに変わってしまったので。うん、で、ゴールデンタイムでやったやっぱり試合っていうのもとんでもない、その、レベルの試合になったというか。うん、うん。だから長与ち草さ自体もこう、もう、後で語ってますけど。 やっぱりその高度な話題になっていて首を痛めていくっていうのはやっぱり良くないっていうのね。自分がやったことやのに、後、うん、で警鐘を鳴らし出しましたから。<laughs> まあ、一番あの、選手生命が絶たれちゃいますからね、それやっちゃったら。なんですけど、もともとやり出したのはあなたじゃないかっていうのはみんなも思ってたと思いますよね。やった人間だからこそ、先人だからこそ警告できるってことですね。そうですね。 夢見をこれを安易にやるなよっていう,うん。<laughs> まあだから、プラムさんっていう人がそれで亡くなっちゃってるんで。ええ、怖い。あの過激化をやっぱり辿った、その先ですよね。 うん、そこらへんが北山さんにいろいろと格闘技のことをちょっとあのこの試合面白いですよって言ってだけど、多分この人くような勝つような感じの流れだと思いますよっていうのは私、理解しつつそれ,を踏まそれが分かっていてなおかつ私がプロレスが勝ち負けがもしねあらかじめ決められていとしてもそこはガチだと思うのは事故と表裏一体っていうところがあるんでそこがこのプロレスやっぱりその勝ち負けが。 あったとしても、そこは本当にすごいと思うんですよね、これね、プロレスとかって。まあダンプが言ってましたよね、あそこでバテるとは思わなかったからなって、し、うん、仕方ねえだろうっていう、要するに相手がノックダウンしてしまえば、それは私のせいじゃねえだろうっていうのを言いますけど。うん、生き物ですからね、思わぬことが起きるっていうことに対して、うん、そこで臨機応変に。 あの演じなきゃいけないっていうか、流れをつかんで、お客さんが喜びをうラストに持ってかなきゃいけないとですよね。<laughs> そうです。<laughs> そこはもう、もうセンスですよね。センスですよね<ー>。だから、その、前時代である、その、ジャガー、横田とかっていうのは、やっぱりもう、プロレスラーとしては、超腸うまいんですよね、うん。うん。で、逆に言うと、これの後の年代、北斗、<ー>明とか、うんうん、ああいうのになってくると、やっぱりもう、過激なんですよ、技が。 うん、一発一発の技っていうのが。ね、うん。だから、その、ジャガーさんみたいに、オーソドックスなんですけど、非常にそのプロレスが上手いというか、うん、まあ、未だにね、現役で立たれたりしてるぐらいですから、あの、オーソドックスでも見せることのできるタイプと、北斗さんみたいに、やっぱりこのもう一定の短い時間しかもうできない。うん。やれることっていうのも全部やりきるみたいな。 感じのレスラーっていうのは、やっぱりちょっと、その、このクラシックラールズ以降で、大きくやっぱり変わっちゃった。ね、うん。もうそこで、そうやらないと、お客さんが燃えてこないっていうようなところに行っちゃったんですよね。まあそうでしょうねで。もうもっともっと上上としか行くしかないですもんね。で、もう究極のヒールが出てきちゃったっていうところですよね。ねダンポン・ア本モトっていうのの果たした役割はでかいし、うん。これ、その、単に、 まあ、ダンプさんのすごさっていうのを、まあ、みんなはあんまり分かってないと思いますけど、あもういや全然私は、なんか本当にはタレントさんのイメージが私、強かったですからね、うん、ダンプさんって。アメリカでデスマッチファイターっていうのが生まれるのは、これが原因ですからね。<ー>このビデオっていうのがどんどんアメリカに流れていって、海賊版でいっぱい流れていって、うんうん、でアメリカのレスラーたちっていうのが、うん、こんなものがあるのか。 っていう。だからもう狂気とかで、その、要は、えっ、ー、と、NDQ、要するに、狂気を使っても一切反則裁定はしませんよっていうものが、うんアメリカで生まれちゃうことになるんです。すごいですね。うん。それはだから、後の、あの、過激な団体である、日本でいうと FMW っていうものの、 石にもなりますし、海外でその ECW って、もうすごいデスマッチの団体が出てくるんですけど、この辺にもう密接につながってくるんですよね。なるほどね。だからもうプロレスが面白くなっていった。そそあそこはもう,こうちょっと日本なんです日本の、しかも女子プロの方なんですね、それね。そうです。先にもう発達していった。いいね、うん。もともとなんかいろん,んなものをね、 あの狂気を持ってぶん殴るって、やっぱ外人のプロレスラーのイメージがありますけど、それをさらに先鋭化させてしまった発端は、この女子プロだったんですよ、ね、ダンプ松本の、要するにその、<ー>これがなんていうんですか、ブックじゃないヒールの元祖だと思いますね。うん、なるほどね、もう本当にもう、本当のヒールですよね。うん、うん。だから、今までヒールって言っても、同じバスで移動したりしてるわけですよ。 ところが、うん、ダンボ松本はもうそんなの乗らねえって言って、違う車に乗って極悪道名って言ってバーって旗やってましたよね。うん。だからあれのはし、あれがもう走りですよ。なるほどね。うん。だから、この辺っていうのを、あの、パッと見た人っていうのは、やっぱり、ああいう映像だけのもので見てしまうんで。もう、まあ、しょう、まあ、まあ、しょうがないですよね。 初めてプロレス見てなかったら、もうあの、なんか知られざる女子プロレスラーの人生ぐらいの感じでしか見ないですからね。ところが、このインパクトっていうのは、まあ、あとダンプ松本っ,っていうのは、大前世紀に消えたっていうのもでかいんですけど、インドを渡される前に自、自ら消えましたから、だから最後の最後まで最強やったんですよね。うん。うん。あの時代においてはね、後にもう復帰しはるんで。えー そっからちょっともう僕たち的には、なんか、レジェンドプロレスとしての楽しみが出てきちゃうんですけど、うん、前世紀のダンプ松本っていうのは本当に前世紀でプツーンと切れてしまうんで。もう本当にガッチガチでやった頃のダンプさんはそこで終わりってことです。ね、終わりですね。うん、もうそのかっこよさっていうのはもうちょっとやっぱり、他ではあんまり類するものが僕はあんま思い当たらない。うん、ああ。 本当にプロレスがもともと好きなかった、結構ね、あのタイムライン上でもすごくあの語ってらっしゃるんで、まあ、その中でも女子プロあんまり見てなかった方でも、なんかこれ見たら、いろいろとなんか盛り上がるのかもしれません、ねうん、また新しくね、その当時のビデオとかそういうのも。ライオネル・アスカーがその超高速ブレーンバスターっていう技をやるんですけど、ええ、これはね、結構当時として衝撃的やったんですよ。 うん、ブレインバスターっていうのは、ゆっくり上げて、やっぱり相手との協力の音でバターンって落とす技なんですね。ええところが、このライオネラ・スカーがやった超高速ブレインバスターっていうのは、相手を掴んでしまえば、もうそのまま、有無を言さず、後ろにバーンと飛ばまっちゃうんで。持ち上げたとうんっていうこと、このためが一切なく、ズゴーンっていくんです、ね、ないです、もう協力体制と関係ないんで。<laughs> ってことは、相手の方は、いや掴まれた瞬間にもうすでに、ね、次どうするか考えなきゃいけないんですよね。 あだからそれをね、忠実にここまで再現できるとは。しかも女優さんですよね、これ。まあだから、そのライオネル・ラスカはこれ、唐田さん、うん、だし、ライオネル・ラスカはあの方ですよね、えっと、えっと、とととと、剛力あやさんか。なんかあのー、うん、実際のね、この極悪女を見ながら、実際のあの、女子プロやられた当事者の方が。<laughs> うん、見,る見て語るっていうのが、ちょっと動画ちょっと見ましたけど、いやすごいね、受け身取れてないのによくやってるねって、なんかあの、<laughs> ほら、生傷す、すごい耐えなかったんじゃない、ないつか見たこと言ってましたね。ねいやちょっと何シーンか、ジャーマンのあの投げるやつ見ましたけど、ちょ,ちょっと危ないっすね。 ね、まあもちろん訓練したとしてもやっぱ瞬間にその受け身が取れるまで行くまではかなりやらなきゃだめですもんね、うん、かなりやらないまあ2年これ使ったって言ってましたけど、うん、いや、うん、すごいですねいやライオネルアスカゴーリキさんはやばいと思いましたね特にジャーマンのブリッジの方っていうのもう完全にいけてるというか <laughs> <laughs> ライオネルアスカそのものでしたねもうあのー、なんか ななんちゃってのたどたどどしさが一切いです、ね、女優さんで作り物って分かっている前提だけれども、それにしてももうあの無完璧に技が再現されてる、ね。再現されてましたね。だから、長与ちぐさの、あのー、要するにこう、ジャッキーみたいにこうひょいってこう立つっていうか、うん、あれも何回もやってましたけど、あれもね、よくできてましたよね。なるほどね。飛んでこう、倒れてる体勢から、こう、足でぴょーんって立つっていうね。 うん。うん。あれもよく長内草さ昔よく見ましたよ、僕。それこそその、ゴールデンタイムでクラッシュギャルズがやるようになった時に、やっぱり男子のレスラーであれやんないので、うん、女子らしいというか軽いからできるというか、ね、でちょっとやっぱりタイガーマスク的な動きなんですよね。うん、だから、当時はやっぱりタイガーマスクとクラッシュギャルズって、 すごいなと思って見てましたよね。そういう評価でプロレスのファンを見たんですね。プロレスファンっていうか、まあ、子どもの僕がすごいって、この身体能力、やばいって。まあ、なるほど夢中になっていつも見てるわけですから。常に見てますね。うんうん、すごいですね。なるほどね。まあじゃあ、いやそこは押村んはプロレスというものを。 やっぱ見てなかった私としては、もう、あくまでも本当に、なんかドラマっていう形でしか見れないですから、ね、うん、残念ですね、私みたいにはねまあでも、それでも、あれじゃないですか、やっぱり一時代でこういう人らがおったっていうのを知っただけでも。ね、なんか私は本当に、その後あの YouTube で流れてるね、ねブルーさんとかダンプさんとかのインタビューとか見て、そこで、なんか後追いで、少しなんか、あ,あ。 うん、じ,ゃあじゃあもう一回ちょっと見てみようかなみたいな感じの盛り上がり方ですよね。うん。んこんな感じでやられて、もっとあの、笑ってますけど、結構ひどい話がいっぱいできますから、YouTube で。喋 <laughs> ってることなんか、あったねみたいな感じで言ってましたけど、ああ<ー>なんか良かったですね、本当ね。うん。だから実際、やっぱり実家への嫌がらせとか、表現されてましたけど、まあ、もっとエグかったらしいですからね。ね。うん。それでも、家族がみんな、 引退試合見に来るっていうのもすごい話ですけどね。<laughs> うん。いやー、だから。ちょっとね、妹がびっくりしましたけどね。妹暴走族になってましたけどね。<laughs> <laughs> なってて最後、ほら姉ちゃんって言ってね、背中にダンプって書いたのに、市内でぶっ飛ばされてましたけどね。<laughs> <laughs> ドキャてめえつってパシーンってね。<laughs> あれは多分映像でも残ってんちゃいますかね。いや、面白い。 うん、だから、本当に実際残ってる映像と残ってない映像がやっぱりあったり、あと、やっぱり客色的になんかやってる試合もありますよね。うん、で、あんまり語られてなかったですけど、これデビルサ美っていうのは、ものすごい実は長与千草のことを助けてた人物で、うん、デビルさんは、その長与が金がなかった時に家に住まわしたりとかですね、うん、あの体が大きく、 やっぱりお金がないから体が大きくなるほど飯が食えないっていう時に非常にあの優遇したりしてたんですよ。うん、で、これは結構後の長与のインタビューであるとか、うん。後にね、長与千草がやっぱりクラッシュを再結成したりとか、いっぱいやってる時に過去の思い出っていうのをいっぱい語ったりしてた中で、僕らもその当時の真実を知るというか、うん。ああ、なるほど。もうすごいそういうヒールの人たちが、 実際のところは助けてくれたんだな、みたいなね。なるほどね。うん。だから、ライオネル、アスカっていうのはやっぱり、どっちかといちょっとジャガイオコタ的な、あの、エリートですよね。うん。プロレスエリート。でも、長いちぐやダンプ松本っていうのは、やっぱりちょっと不器用な部分があったので、そういうのをサポートしてる人物っていうのが実はいたんだっていうのは、今回のドラマの中でもう語られてますし、もっともっと助けてる人たちもいたんだっていうのは、後のインタビューとかでも非常に知ることができるんで、 まあ特にあれですよね、ダンプの場合は、やっぱあの、社長というか、会長というか、彼の存在が大きかったっていうのは、結構、インタビューではいつも言うてたことなんで、ん今回やっぱり、レスラーになるきっかけっていうのは、ね、あの人が、焼きそば焼いてた、あの、おっちゃんが与えてくれてたっていうのは、<laughs> うん、間違いない話なんでね。ねえ。いやなるほど、なるはい、ファンが、やっぱプロレスのそういう興行を作ってったんだなと思うと、 うん。いやー、だから今のプロレスにもいろいろね、僕は言いたいことはたくさんありますよ。まあ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 、それはね。うん。なんかこういうのをもう忘れちゃったんじゃないかなっていう。あの、そこら辺はね、あの、スペシャリストの田中さんをね、なんとかまた引っ張り出して、またちょっと喋っていただければとい。いやいやいや、これも語ろうよってすごい言ってたんですけどね。なかなかその、僕と時間がうまく合わないんで。で、あとまあ、 もう、田中正野は今、神の領域に入ってますんで。<laughs> あのー、第一試合から最終試合まで全部当てますからね。なあ。なるほどね。もう、勝敗から今後の流れから、もう、ほぼほぼ当ててきますんで。<laughs> もう、ちょっと、ちょっとしたプロモーターですよね。うん。でも、僕の言う通りなんかなるプロレスは絶対面白くないという。<laughs> ああ。 じゃあまあ田中さんもそのうちレフリーになって、リジムに上がる日も。<laughs> 伝説ですからね。ありえなくもないですね、のう、ね、いや、うん、あのもう一つ豆知識ですけど、四郎さんの息子さんもレフリーになってますから。あそっちはまたどっちかにつくタイプなんですか、それも正統派のレフリー。<laughs> <laughs> お父さんとは全く違う、正統派のレフリーとして。 それいいですね。うん、いい話ですね。いや、もう、本当に。あの、こういうね、豆知識的なのはね、本当にこ、こと書かないんですよ。うん。うん。だから、あの、ターザンさんっていう、ターザン山本っていうライターの方がいらっしゃるんですけど、えー、彼がやっぱり前哨を見た時の衝撃みたいなのも、すごい語られてますから。うん。これって、もう違うっていう。もっと男子プロレスの方が、 予定調和的なものっていうの伝統的なものっていうのを、こう、重んじたところが、全日本女子っていうのはもう、すごいことが起こってるっていうのをいち早く見抜いた。なあ、もうそれは当時ですよね。そう。うん、それはだから、記者席として見てても、記者たちがみんな驚くわけです。うん、予定調和にないことが行われるから、毎回毎回。で、なんやったら、 社長とか、そのレフリーとか、みんなどよめいてるっていう。がわかるんですね。あ、あこれ、全然考えてなかった方向に行っちゃったなってのが見てる場合がるんですよね。だって、うん、ゴング鳴らせとか、ちょっと待てとかにずってやってたじゃないですか。<laughs> あんなの見たらそれはなりますよね。ちょっと試合止めろって言ったらね、その時だけ構成を喫するために、あの、 メキシコ人のレフリー連れてきてたから、彼が言うことわかんないんだね <laughs> <laughs>。ああ降りて降りてみたいなってて、この野郎っつって。<laughs> みのキャバクラ連れてったのになんでわかんねえんだこの野郎って。<laughs> <laughs> あれは、すごいですね。全部裏目に出るけど、最終的には超面白い試合になるっていう。なるほどね。うん。まあぜひとも、この辺はね、はい、あの、すいません、長くなりました。いいはい。ですけど、ぜひ、 この極悪女王はですね、そういう意味で、あの、楽しんでいただければと。はい。はい。ですし、これをもとに、当時の映像であったりとか、当時の試合であったりとか、あとは僕がさ、最初に話した、ブル中野っていうのの癖。ええ。その、ダンプ松本が抜けた後のブル中野の大前世紀。うん。これはちょっと見ていただきたいですね。はい。うん。 ぜひとも、あの、何かしら見る機会は、見れるところはあると思うんで、ぜひこれは見ていただいて、全日本女子っていうのは実はこの後っていうのが、試合的には最強だったっていうのは、もうみんなが、プロレスさんがみんなが語るところなんで、ぜひ見ていただきたいです。はい。はい。ということで、ドンパキさん、ありがとうございました。ありがとうございました。